2023年版スマホの賢い買い方、家電量販店の店頭広告で一括22,001円となっているスマートフォンを回線契約せずに端末のみを購入して、お好きな回線、SIM を使いましょう。どのスマートフォンが良いかはこのチャンネルのレビュー動画をご参考にしてください。 iPhone の端末のみ販売は割引が少ないので、 iPhone 13を2年間22,001円で利用する契約をして、お好きな回線、SIM を使うのがおすすめです。近くに家電量販店がない、気軽に行けないという方は、イオシスなどの買取再販業者やシロロム販売業者さんのホームページからネット購入、オンライン購入されることをお勧めします。はい、月です。2023年明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。2022年の締め動画と同じ背景となりますが、しっかり年明けに動画を撮影しています。今回はお休み中やそれ以外でもご質問が多かった、家電量販店等でよくアピールされている1円スマホのからくりといいますか、買い方注意点について解説していきたいと思います。年明け私も家電量販店にいくつか行きましたが、1円スマホ、スマホの1円販売がかなりアピールされていて、裏に何があるのか気になるという方も多かったようです。まず前提として、ドコモや au、 ソフトバンクなどの通信事業者、こういった自前で通信基地局、通信網を設置している通信事業者を MNO キャリアとも言いますが、彼らがこの1円スマホはもちろん、普通にスマートフォンを割引販売しても利益にはつながらない、儲からないという点を購入側としては踏まえておく必要があると思います。つまりそういった MNO キャリアが何で儲けているかというと、当たり前ですが通信プラン、通信費です。au が新しい料金プランを発表しましたが、 1GB で3465円、 4GB で6215円とかなり割高で、この割高な通信費用が1円スマホ販売を支えている、ある意味からくりと言っていいと思います。例えば au と同じ通信品質の UQ モバイルを使った場合、月 25GB 分が3828円になるので、いかに同じ KDDI の au の料金プランが高いかがわかると思います。これについてはソフトバンクと Y モバイルという関係性でも同じことが言えます。そして以前は携帯電話やスマートフォンをその MNO キャリア、ドコモや au、 ソフトバンクが自前の通信回線とセットで販売するというのが当たり前でした。逆に言うと、ユーザーは欲しい端末、スマートフォンがあればそれを販売している MNO キャリアと契約するか指をくわえて見ているしかありませんでした。例えばソフトバンクが iPhone を国内独占販売していた頃は、しぶしぶソフトバンクと契約して iPhone を購入せざるを得なかったという方もいらっしゃると思います。各 MNO キャリアはユーザーを増やすために魅力的な専売端末を海外から持ってくる、あるいはメーカーと協業して開発するなど、その技術革新の促進やバラエティある商品の増加につながり、プラスと捉えられる面もありましたが、一面それがユーザー流動化の妨げになり、ひいては通信料金の固定化、高止まりにつながってしまうという負の側面が強くなると同時に、 MNP の取り合いによる端末値引きの激化、2006年10月24日から MNP 携帯電話番号ポータビリティが実施され、例えばドコモで契約していた人が他の通信キャリアに電話番号を変えずに移動できるようになりましたが、そのことが端末値引き合戦を激化させ、結局その値引き分を通信費用で賄うという図式、つまり定期的に MNP する人だけが得をして、その分 MNO キャリアにとっての損を固定化したユーザーが負担するという偏った図式になってしまったため、これらをまとめて改善すべく2019年9月に電気通信事業法が改正され、通信料金と端末販売は分離されることになり、通信契約を条件とした端末の値引きや利益供与は2万円までとなりました。2021年10月からは SIM ロックも原則禁止され、国内に流通するスマートフォンは基本的にどれも SIM フリースマートフォンになっています。これらの改正によって MNO キャリアが販売しているスマートフォンについて、通信プランを契約せずに端末のみ購入することが可能になり、例えばソフトバンクで販売しているスマートフォンを端末のみ購入してドコモの SIM を挿して使うということが可能になったわけです。このスマートフォンの端末のみ販売については au が結構以前から前向きに取り組んでいたイメージが私にはあり、逆にドコモが一番この取り組みに遅れていたと感じていますが、以降私がよく使うヨドバシ秋葉のキャリアショップで複数の端末を回線契約せずに購入して動画でご紹介したところ、結構な割合で通信契約もせずに端末のみ購入できるという嘘をつくなというコメントをいただいていたので、一般的にはなかなか周知されていないんだなと感じていました。また
冒頭でお伝えした通り、端末のみ販売しても MNO キャリアやその代理店の儲けにはつながらないため、ショップによっては端末のみ購入を希望するユーザーには在庫がないという理由で拒否する事例も見られたようです。これについては総務省が情報提供窓口を開設するなどで対応していて、私の感覚ではいわゆる端末隠し的な販売拒否はなくなってきていると感じます。それを表すかのようにポップ、端末価格を表す広告表示もここに来て変わってきていて、上段下段の2表示体制が一般的になりつつあります。逆にこのことがより一層価格の分かりづらさにつながってしまっているんですが、分解していくと上段の価格、この場合一括1円が回線契約をした際、もう少し厳密に言うと MNP もしくは新規契約した場合の端末価格となり、新法により契約を条件とした端末値引きは税抜き2万円まで、現時点での消費税率を勘案すると2万2000円までと定められましたので、回線契約をした場合の端末価格1円に2万2000円を加算した下段の価格2万2001円が回線契約せずに端末のみを購入した場合の純粋な端末価格ということになります。もう少し詳しく見ていくと、例えば Galaxy A53 5G の場合、ドコモの正規の端末価格が 59,400 円であり、新規契約特典の 22,000 円が回線契約に伴う割引、機種購入特典の 27,500 円と店舗独自白ロム特典の 9,899 円を合わせた 37,399 円が回線契約とは関係ない割引ということになります。割引の名目や額はいろいろなパターンがありますが、原則的には2万2000円の割引以外は誰でも受けられる割引と考えて良いと思います。なお回線契約に伴う割引一括1円2万2000円引きについては、新規契約はダメで MNP が条件となる場合もありますのでご注意ください。そして回線契約をした場合、いわゆる大容量プランの加入が必須となっている場合もあります。ただこれについては早ければ契約後すぐに、遅くとも月末までにプラン変更できるのが通常となっていますので、もし契約してしまってもご自身に合ったプランに変更されることをお勧めします。見出し価格表記について簡単にまとめると、価格が2段構え2つあった場合、上段にある安い方が回線契約を伴う価格、下段の2万2000円加算した高い価格が端末のみ購入した場合の価格で、この場合今使っている SIM を MNP せずにそのまま挿して使うこともできるということになります。なお通信会社はそれぞれ得意とする通信帯域があって、例えばドコモで販売している端末は他社ソフトバンクや au 等の通信帯域には一部対応していない場合がありますのでご注意ください。私が動画でレビューする際はそのあたりにも触れていますが、基本的には au で購入した端末は UQ モバイルやポボ、ソフトバンクで購入した端末は Y モバイルや LINE モで使うのが無難だと思います。そしてもう一つ、こちらの写真は年末のセールの模様ですが、同じ端末 Pixel 6a について2つのポップ広告が掲出されていて、都合4種類の取引パターンとなっています。これが分かりづらさに拍車をかけている印象がありますが、右のポップが一括、つまり端末価格そのものを指すのに対し、左のポップ一括表示がない、お客様負担額や実質等の表示がされているものが、いわゆる返却プログラムを使った場合の端末価格になります。返却プログラムはキャリアによって名称こそ違いますが、端末の48回払い4年分割払い契約を前提に、およそ2年以内にその端末を返却して分割払い契約を終了した場合、残り2年分の残債が免除されるというのがその骨子となっていますので、この場合回線契約がある方はおよそ2年間1円で、回線契約のない方は2万2001円でレンタル、別の言い方をするとリースできるという意味合いになります。ただ返却する分お得感が薄れるので、別途2万ポイントを付与することで一括購入パターンと差別化している形となります。内訳を見ていくと、端末の正規代金本体代金が 53,270 円で、端末機種限定特価が 5,829 円、これが契約に関わらず割引かれる金額です。そして回線契約をした場合の割引が 18,700 円ですので、差し引き 28,741 円となり、ここから au が設定している残債 25,440 円を差し引いた 3,301 円、これを au では分割支払い金と呼んでいますが、月額にすると144円が2年間の実質負担金となり、契約した回線が MNP の場合、さらにその分割支払い金から3300円割引かれるので、およそ2年間差し引き1円で利用できる計算になります。
法改正により回線契約がない場合もこのプログラムは利用できるようになっているので、回線契約せずにプログラムのみ利用した場合、端末代金 53,270 円から回線契約に関係ない割引 5,829 円を差し引いた 47,441 円が分割支払い金となり、ここから残債 25,440 円を差し引いた 22,001 円が実質負担金、月額にすると956円がレンタル料、リース料金になる計算です。はい、ということでいろいろとお話ししてきましたが、1円販売、1円スマホは回線契約が伴う時の価格、そこに 22,000 円を上乗せした価格が回線契約不要の価格、そして一括と表示があれば端末購入そのものの価格、一括表示がなく実質やお客様負担額と表示されていれば返却プログラムやサポートを利用した価格ということになりますので、ご自身に合った価格やプログラムを選んでいただければと思います。なんとなく MNP 割引合戦に先祖返りしている感もあり、一括一円販売は縮小傾向にありますが、回線契約せずに端末のみ購入できるようになったのは大きな前進だと思います。個人的におすすめだと思うのは、端末のみ一括購入してお好きな SIM を使うというのが分かりやすく後腐れもなくて良いと思いますが、返却プログラムも徐々に使いやすくなってきていますので、次回以降各 MNO のおすすめ料金プランとそのプログラムの考え方について解説、持論を述べていきたいと思います。ぜひチャンネル登録をお願いします。この動画がご覧いただいた方のモバイルライフが充実する一助となれば幸いです。本年もどうぞよろしくお願いいたします。ではまた。